まず最初にライブ 2D キュビズムの制作フローについてここでざっと説明いたします。駆け足でご案内いたしますので、各項目の詳しい作業工程はそれぞれの動画をご覧ください。まずは Photoshop 等の描画ソフトで下準備をします。 2D の原画をパーツごとに分割して重ならないように1枚のテクスチャーに並べます。次に出来上がったテクスチャーをモデラーに読み込ませていきます。ここからがライブ 2D モデラーでの作業になります。描画ソフトで作成したテクスチャーを読み込ませて、作成したパーツを切り出していきます。切り出したパーツを主体に合わせて配置してモデラー上で原画を再構成した後、パーツに動きをつけていきます。動きに合ったデフォーマーを作成して親子関係を構築した後、パラメーターに動きを設定していきます。一通りの動きを設定し終えたらモデルは完成です。ここからはライブ 2D アニメーターでの作業になります。モデラーで作成したライブ 2D モデルをアニメーターの方に読み込ませて演技付けをしていきます。タイムライン上でパラメータを動かすとキーが打たれ、その中割りは自動で保管されます。その他、音声からリップシンクを自動生成する機能などもあります。クイックタイムや連番画像など映像として書き出すこともできますが、ゲームやスマホアプリなどに組み込む場合はモーションデータとして書き出して使用します。以上がライブ 2D モデラーとアニメーターの一般的な制作フローです。次の動画からは順を追ったチュートリアルになります。